夏休み、観光客でにぎわう韓国で今、日本人を狙ったある新興宗教の勧誘が活発になっています。街中で正体を隠して声をかけるなど、勧誘の手口は実に巧妙です。元信者が私たちにその実態を語りました。宗教勧誘なんて一言も私の前ではなかったし。韓国で日本人を狙った新興宗教の勧誘が活発化。お正月とかお盆とかにやる挨拶がこれなのかなって私は思って。コロナ以降は外国人の勧誘に非常に力を入れているようです。その手口も巧妙化しています。心理テストとか協力してほしい感じで。今韓国で何が起きているのでしょうか。サタデーステーションが出会ったのは韓国に留学するリサさん。初めて来た時はこれが韓国の市じゃんかって思って。留学直後に起きた不思議な体験について話してくれました。この日友達になったばかりの韓国人女性に誘われ市場を観光した後、近くの住宅街の一室に連れて行かれたといいます。そこで韓国の伝統の服ハンボっていうのを着たことあるっていうふうに言われて、勧められたのはチマチョゴリ体験。しかしそれを着た後、祭壇のようなものの前で韓国式のお辞儀をすることになったのです。掛け声みたいなのがなんかまあふーんみたいなふーんふーんみたいなのがもう何回も言われるから、立って座って立ってみたいなペース。お正月とかお盆とかにやる挨拶がこれなのかなって私は思って。韓国の宗教に詳しいタク・ジール教授は、これは信者が4万人以上いるという新興宗教の勧誘だった可能性があると指摘しています。実はリサさんと韓国人女性の出会いは SNS。 日本語を勉強したいので友達になりたいと連絡してきたといいますが、この体験の後不審に思い連絡を取るのをやめたそうです。宗教勧誘なんて一言も私の前ではなかったし。このように一見宗教だと思わせない勧誘方法が韓国国内で問題になっています。中でも特に巧妙な手口で勧誘をすると言われているのが新天地イエス教会。新型コロナが蔓延した当初、教会での集団感染が韓国国内で問題になった新興宗教団体です。タク教授によると、イ・マンヒ教祖は自身をイエス・キリストの再臨と主張していて、信者は31万人いるといいます。また信者の家族からは家庭崩壊や高額な献金などが報告されているそうです。元信者はこう警告します。コロナ以降は外国人の勧誘に非常に力を入れているようです。韓国人は新天地への拒否感がありますが、外国人はないので布教が簡単なんです。旅行や留学先として韓国の人気が高まる裏で、日本人を狙った勧誘が活発化しているというのです。外国人には特に K-POP の話題を出すと勧誘に成功しやすいようです。
遊びに来てくださる外国の方には申し訳ないのですが、韓国は新天地だけでなく新興宗教が多いんです。特に注意したいのは正体を隠しての街での声かけです。日本人観光客も多い繁華街を番組スタッフが歩いてみると、こんにちは、待ち合わせですか？2人の女性が声をかけてきました。あなたは笑わないと冷たく見えます。お顔は綺麗なのに心は苦労しているので大人びて見えます。服は生まれ持つものではないんです。さらに、今番組ディレクターが男女2人に話しかけられています。お土産はどんなものを買うんですか？韓国のり。あ、韓国のり。たわいもない話題で和やかな雰囲気になった頃、あ、なんかちょっと寂しいな。何か提案？おすすめしてあげたいのですが、チマチョゴリ、礼儀のためにそれを着て韓国式のお辞儀も丁寧にやります。悩みが全て解決します。どちらも場所を移動して話を聞くよう迫ってきましたが、断ると立ち去りました。そして私たちは新興宗教新天地とみられる勧誘に遭遇しました。こんにちは、景品を差し上げています。トークコンサートを開くんです。応募すると景品がもらえるんです。人生の成功を目指すとされるセミナー。元信者は、これは新天地の勧誘です。 99% 確実です。これだけではありません。恋愛アプリの会社です。タロットやられたことあります？恋愛の価値観テストです。韓国で流行している性格診断テストを匂わせるボードも。さらにこの日本人女性が経験したのは、心理テストとか協力してほしい感じで、丸三角四角とローマ字の S 字型をどのように入れますかみたいな。一見どれも宗教勧誘とは程遠い内容ですが、元信者によるとこれら全てが新天地の勧誘の可能性が高いといいます。新天地が身分や所属を隠して布教活動を行うことについて、社会的倫理的に非難を受ける行為と韓国の最高裁判所は明示しています。ではこうした街での声かけからどのように宗教勧誘へと進んでいくのでしょうか。1年半前まで信者だったというソユンさん、日本人を相手に勧誘活動をしていました。偽物の名刺です。ボランティア団体や心理カウンセラーの肩書きがある偽の名刺。これは道行く若者に声をかける際、宗教だと思わせないように作ったものだといいます。さらに、勧誘の入り口として使っていたのは心理テスト。丸、四角、三角、S 書いてください。先ほどの日本人女性が体験した心理テストとよく似ています。ソユンさんによると、心理テストの結果を伝えるため後日会う約束をするそうです。そこで、あなたには足りない部分があるなどと言い、
同時に悩みも引き出し相談に応じます。こうしたミーティングを何度も重ねて徐々に宗教へと引き込んでいくというのです。新天地の正体を知らずに勧誘活動をしていたことに後悔しています。韓国で無理やり人と会わせたり心理テストを強要する人には気をつけてください。番組ではこの宗教団体に対して勧誘の方法など事実確認のため質問状を送りましたが、回答期限までに返信はありませんでした。身分を隠して勧誘してくるという新天地イエス教会というのは、増田さん、改めてどんな団体なんでしょうか。はい、こちら見ていきます。まず正式名称は新天地イエス教証の幕屋聖殿です。1984年韓国で創立されまして、現在世界96カ国に拠点があります。また信者の数は日本も含めておよそ31万人ということです。もちろん信教の自由は尊重されるべきことなんですが、問題はその勧誘方法にあります。正体を隠して布教活動を行ったことに対し、韓国ではおよそ50人の元信者が失った時間を返してほしいなどと集団訴訟を起こすとデモを行う動きもありました。そして先ほど VTR にもありましたが、所属を隠したまま勧誘したことについて韓国の最高裁判所は倫理的に非難を受ける行為と明示しています。なお番組ではこの宗教団体に対してこの勧誘方法も含め事実確認の質問状をお送りしたんですが、期日までに回答はありませんでした。柳澤さん、いずれにしても宗教と名乗らずに勧誘してくれてやっぱちょっと怖いですよね。信教の自由が絡む微妙な問題ですよね。ただポイントは違法性の有無だと思います。最近日本から韓国を訪れる若い人たち増えてきてますから、韓国でこういった宗教をめぐる勧誘をめぐる問題があるということを知っておくことは大切なことだと思います。注意が、はい、ですね。土曜の夜はサタデーステーション、ニュースを丁寧にお伝えします。